こんにちは。りんごまで作ったお菓子と播州織の小物どうですか？どんな色が好きですか？どんな色が好きですか？耳マークは聞こえが不自由なことを表すマークです。また聞こえない人、聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。このマークを見かけたら口元を見せてゆっくりはっきり話す、筆談をする、手話をするなどの配慮をしましょう。どうぞ。お待たせしました。どうぞ。ありがとうございました。耳マークを知ってください。